はい。はい、こんばんは。こんばんは。どうも。小春、ソロでーす。小春、ソロですよ。ね。ね。はい、そうなの。ちょっとね、ももちゃんの方は、ちょっと、なんだ。野外活動がちょっと忙しいということで、ちょっと今日は私が一人でチャラチャンラジオ、もう私が一人でチャラチャンラジオやったらもう本当にただの蛇腹談義みたいな話になっちゃうんですけど、まあ、そんなようなものだと思ってもらえればいいんじゃないでしょうか。もうそんなようなやつをもうやります。もうそんなようなやつをね、もう一人で喋ればそうなんでしょ、もうそんな感じなんでしょ。はい、だけどなぜか意地でもやめない毎週のラジオね。これね、もうやめるってなっちゃった日にはもう本当に多分なんだろう、なんか何か解き放たれて部屋とか汚くなっちゃうんじゃないかなみたいな気持ちなのよ。なんていうのこれね、ちょっとこうずっと続ける、なんかこう続けるにはなんか続けないとね、なんかこうとなぁとは思って結局続けてんだけど、なんかこうなんだろうね、これなんで続けてんだろうね。でもこのなんかほらさ、結構昔から小春も、ももちゃんはその言うて続かないでおなじみなんだけれども、歌だけが奇跡的に続いてるっていうただの奇跡の子なんだけどね。小春は結構割と初期、まあ初期っつったって、人生の中での初期も本当に小学生とかね、そういうところの話からになりますけど、結構ね、何かしら一つすごい続けてるものがある派なんですよね。小さい頃は本当にマジで毎日日記を書くだとか、手紙の下書きを書くだとか、まあブログっていうものが始まったらね、ブログ絶対やめないみたいな、なんか謎の意地で本当に後半の昔のブログね、読んだことある人はちょっと恐ろしい数の記事でちょっとゾッとすると思うんだけど、びっくりするぐらい更新してんのよ。でそれをなんかこう別に毎日更新するってなんか別に決めたわけでもなかったんだけど、なんかあれを毎日更新してたし、それでなんか多分そのブログというものが一回落ち着いて、そしたらまあ次来ました動画っていうね、動画の波が自分の中で来て、まあそれともうコロナと相まってもう本当にもう大変なこっちゃですよ。もうそれで今になっては毎週なんで2本も出してるっていうね、そういうことになっちゃってんだけど、こうまあそんなこんなでね、まあ今週もももちゃんが忙しかろうと私が更新しましょう。はい、アコーディオンの春です。よろしくどうぞ。せーの、チャラチャンラジオ。はい、メッセージは変わらず来てますので、こちらのところあんちゃんなんでそこにいるの？写真撮ってあげようか。あんちゃんなんでそこにいるの？あんちゃんこっち向いてよ。あんちゃんこっち向いて、なんでそこにいるの？あんちゃんこっち向いて。あんちゃん、なんであんちゃんこっち向かないの？なんで下向いてるの？あんちゃん、はい、いいね。はい、もうずっとあんちゃんと向き合ってやってるみたいな感じになっちゃうけど、なんでそこにいるの？なんでそこにいるの？はい、じゃあメッセージをね、読みたいと思いますけども、
高松大道芸お疲れ様でしたのメッセージがもう本当にあふれんばかり来てますけど、そうっすね。はい、小春ちゃんもおちゃんこんにちは。はい、私一人ですけれども、はい、あ、高松大道芸お疲れ様でした。ラジオネーム、あれチャラちゃんネームだっけ、なんだっけ、これ一人で言ってるとわかんない。チャラちゃんネームだったっけ、チャラちゃんネームだったっけ、チャラちゃんネームみみみさん、はい、高松大道芸お疲れ様でした。大道芸初めて行きましたが、大道芸ってこんなに楽しいんだと感動するくらい楽しかったです。街の中にそれぞれのパフォーマンスや歌があるのって素敵ですね。天気も気温もちょうどよくポカポカ日和でした。また大道芸も行きたいですと言うております。来てください。まあ大道芸ってね、なんともね、これがこう説明するのには難しい世界なんじゃないかなとね、昔から思ってんだけど、こうさ、本当に大道芸とかの世界をそんなに知らない人に説明するとき、みんなどういうふうに言ってる？なんかさ、こうやっぱりみんなが思ってる大道芸っていうものとなんかちょっと違くない？大道芸フェスティバルってなんかどうかな、なんかこう普通のなんかストリートでやっている何かっていうものとなんかちょっと違うよね。なんて言うんだろうね、こうたださ、ただ道端でさ、こう音楽を奏でていますみたいな人っていうのはほら腐るほどいてらっしゃると思いますけど、なんかちょっとそれとは違うんだよね。なんかこう難しくもないかな、なんかこうあれなんだけれども、なんかこうさ、そういうのとはまたちょっと違ったベクトルのことをやってるんじゃないかなと私は思うてる。なんだろうねこれね。せーの、チャラちゃんラジオ。こうさ、その音楽関係の人に大道芸を説明するときも、なんとも説明が難しいなと思うんだよね。だってさ、普通にさ、大道芸で、もともと小春なんてのはさ、その生活してたわけだから、もう音楽活動、ミュージシャンっていう、大道芸でもミュージシャンではあるんだけど、なんかその音楽をさ、そのさ事務所とかに入ってさやるみたいなやつの前から大道芸っていうところはやっててさ、その大道芸で生活できるとは誰でも思ってないじゃない。なんだろうねこの世界っていうのはね、なかなかこう説明が難しいんだけれども、多分普通の人がイメージしている道端でただ演奏しているっていうのとはちょっと訳が違うことをね、もともとやってました、私ら、特に私やってましたって感じなんだけど、これはね、なんとも独特な話なんですよ。本当になんかストリートミュージシャンとはまた違うんですよね。なんて言うんでしょうこれは、なんて言うの、みんななんて言ってんの。なんかさ、大道芸やってますなんて言うとさ、生活できんのみたいな感じじゃん。なんだったらもう本当に普通のもう、まあでもちょっとなんとも、ちょっともうそう、まあ比べるもんでもないですね。比べるもんでもないです。はい、はい、じゃあメッセージを他にも読みますか。はい、ももちゃん、こはるちゃん、こんばんは。ハロリです。ハロリはいませんね、ハロリはいませんよ。はい、チャランチャンネーム、おたんこナースです。初めてお便りを送らせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、先日の高松大道芸フェス 2days 本当に最高でした。今回初めてがっつり大道芸のイベントに参加したのですが、街全体が笑顔と愛と優しさであふれた空間がとっても温かくて愛おしくて、素敵な大道芸人の方々に囲まれて朝から晩まで夢みたいな時間を過ごさせていただきました。いいですね。もうそれがもう全てです。それが全て。ダメ、何？ああじゃないよ。今ここに来たのはあなたでしょ？自分で来たんでしょ？ね、はい、他にも、そう、チャランポも2日間で5ステージも見られるなんて、会いに行くたびにキラキラしたお二人の姿やパフォーマンスに毎回新鮮にメロメロになり、楽しすぎて好きすぎて笑顔が止まりませんでした、
はい、いっぱい書いてるよ。ありがとう。2日間ももちゃん、小春ちゃんを大量摂取してキラキラ成分をたっぷり浴びたので、これからの日常も頑張れそうです。またすぐ会いに行きますって言ってます。本当にありがとうね。あ、ちょっと諦めたのかな、どうしたのかな。すごい静かですね、急に。どうしたんですか。あ、どうしたんですか。あ、すごい、死んだふりしてる、死んだふりしてるの。どうしたの。あら、あ、死んだふり、必殺死んだふり。こう、なんか死んだふりしたら話してもらえると思ってるんでしょう。せーの、チャラちゃんラジオ。そうでしょう。あ、もう死んだふりしたね。あ、死んでる。あ、もしかして息の根止まった。ニュンニュンニュン、息の根止まった。あれ、生きてない。もしかして生きてない。あれ、もしかして生きてるんじゃない。なんでこんな急に静かになれるの。すごーい、すごーい、すごいね。死んだふり、必殺死んだふり、すごーい。あ、ちょっとこれなんか水みたいになったらちょっと諦めてもらえるかと思ってる、思ってるでしょう。はあ、あのコチトラ結構しつこい女ですから、すいません。すいませんけど、はい。いいえ、ちょっとあんた何ですか、この水みたいな。あ、死んだふり。あ、泣いちゃいました。はい、あーすごい、ちょっともったいない。はいね、はい、うんうん、ありがとう。そうだね、うん、また来て、いつでも来て。まあ、あのこれって本当に大道芸のイベントって、ね、これ来てみないと何ともなんか説明できないんだよね。これなんて言うんですよね、ほんとね。ちょっとまあ、ぜひ遊びに来て。まだ遊びに来たことがない人はね、ぜひ遊びに来てください。はい。はい。小春ちゃん、ももちゃん、はるりです。はい、こんばんは。はい、愛媛のチュラです。はい、高松大道芸お疲れ様でした。僕は1日目の1回目に参戦させていただきました。最近スマホを新しく変えて、すごく綺麗に写真が撮れるようになったので、お二人の素敵な瞬間を写真に収めようとスマホで何枚か撮影させていただきましたが、後で見返してみると、小春ちゃんは笑顔の写真、真剣に演奏する写真など素敵な写真が撮れてるのに、一方ももちゃんは激しく動きすぎているせいか、後ろの加納さんや豚さんにピントが合っているもの、ブレブレで誰かわからないもの、目をつぶっているものなど一枚もちゃんと撮れている写真がありませんでした。でも大道芸はとっても楽しくて大満足でした、っていうね、なんてコメントしたらいいかわかんないメッセージがありがとうございますね。本当にこれなんかね、ももちゃんのせいみたいになってますけど、全然あなたの力量のせいですからね。本当にいい感じのタイミングでシャッターを押してください。本当、まあ私言うて動いてませんからね。私別にほら岩みたいな顔して弾いてるから、その言うて動いてないから、私の方が何だろう、撮影初心者に向いてるんじゃないですか。ぜひ撮影ね、最近撮影写真始めたばっかっていう人は、ぜひ小春から撮ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じですね。すごい、高松大道芸のメッセージがまだ来てる、いっぱいあるね。あー、ちょっとやめて。どうどうどう、せーの、チャラちゃんラジオ。でもまあそうですね。まあ読んどきますわ。本当にいっぱい来てますから。読んどくよ。読んどく。うん、いいよいいよ。うん、いいと思う。そうですね。うん。はい。はい。メッセージね、いっぱい来てるけどね。あ、じゃあちょっと一個ね、ちょっと前にアドバイスしたやつの返事が来ましたので、ちょっと一個読みたいと思います。はい。小春さん、ももさん、はるりです。はい、こんばんは。うん、先日アコーディオンを長時間弾くコツについて質問させていただきました。チャラちゃんネームひなです。
あ、そうなのよ。なんか足置き、なんか足置きのおすすめしたよね。足台に置いたらいいよみたいなやつ。うん、あと足の踏み台を使うといういいアドバイスありがとうございました。あ、早速10月に45分間の演奏があったので MC の間に足置きを使用したところ肩への負担がだいぶ軽減されました。ほらね、そうなんですよね。おかげで45分間演奏に集中することができ、演奏終了後も肩が痛くなりませんでした。あ、今度川崎市のイベントなどでも演奏するので忙しいんですね。これからどんどん活用していきたいと思います。あ、大変、もうそろそろアップロードしないと大変なことが起きる。あのちょっとこれスタートしたのが遅くてね、私ちょっとこれは今日はどれくらいのスピードで、やばいぞこれ。どうだ、はい、そう、はい、演奏ではもちろんスタイルミュゼットも演奏しました。すごい。私が学校でも初めて最初に練習し始めた曲です。聞いてくれた方にはパリに来たみたいで楽しいと言ってもらえて とても嬉しかったです。なかなか周りにアコーディオンやっている人が少なく気軽に質問できる相手がいないのですが、小春さんがジャパラ談義をやってくださり、こうして質問に答えてくださって本当に嬉しいです。すいませんね、ジャパラ談義もこの一人語りを載せればいいだけなんだったら撮ればいいのでは。はい、そうだよね、本当にね。小春さんの演奏を見てアコーディオン始めて9ヶ月経ちますが、すごい。一日たりでもチャランポランタンの音楽を聴かない日はないです。怖いですね。どういう生活をしてるんでしょうか。そんな生活で大丈夫ですか。具合とかなんか血流が悪くなったりしてませんか。血流とか悪くなってませんか。なんかやっぱ冷え性とかにね、あの促進させがちなあの音楽を今多いから大丈夫かな。なんかほんと大丈夫ですかって思うんですけど。はい、これからも応援しておりますということで、あ、アコーディオンのストラップが当選したそうですね。まだ私は発送しておりません。あの誰もね、あのなんか私しか届いていないのは私だけなのではないかってね思ってる皆さん、朗報です。誰一人届いてません。うん、もうだからちょっとあの大丈夫です。10月中にね、あの何がしちょっと私はあの作業取り掛かりますので、ちょっとあのしばしお待ちをくださいよっていう話ですけど、あれなんですよ、あの今日、あ違うな、昨日の夜中、昨日の夜、そう、昨日の夜、提灯のあの舞台音楽祭のにね飾るあの提灯のあの抽選っていうものが、抽選、うん、受注じゃない、なんていうのあれは、なんたらうんたらが終わったんですね。はい、なんたらうんたらが、で、なんたらうんたらなんですよ。そう、これがね、あ、抽選販売がちょっと終了しましたけれども、なんかうちらがね、ちょっと告知を言うてしてなかったということもあり、忘れてたっていうね、嘆きのつぶやき。嘆きのつぶやきっても言わないの？嘆きのポスト。もう全然ピンとこないね、あれね。なん、ポスト？嘆きの小言を言ってらっしゃる方がね、言ってらっしゃったので、まぁ、ちょっと追加、もしかしたらできるかもっていうのがあるので、まぁ、もしかしたら明日以降何がし、ちょっと追加される可能性もありますので、どうか忘れずに、ちょっと我々のSNS タグをチェックしていていただければ、ほんの少しだけ追加もかかもしれない、そんな気持ちです。そんな気持ちね、なんだよ提灯をなんで売ってんだよってね思ってる人もいるかもしれませんが、11月頭、そう、11月の頭そう、2と3にね、下北沢で最近ずっとようやってる季節の変わり目舞台音楽祭っていうね、下北沢の駅からね、まあ、ちょっと歩いたらなんかもう本当になんか広場みたいなところで大道芸のイベント、大道芸って言いつつ本当投げ銭をねぜひ持ってきてくれっていう、そういうイベントを行っておりますので、
まあ、私たち主催のその大道芸イベントっていうのはあのニートさんに下北沢でやってんだけども、まあ、それまでの間結構我々土日に大稼働してます。ずっとです、ずっと大稼働してるですね。びっくりです。せーの、チャラチャンラジオ。そんなにしてるん？めっちゃしてるじゃん。そう、あ、なんだったらもうめちゃしてる。うん、10月すごいしてるね。土日、土日木っていう謎のスパンで、土曜日日曜日木曜日ね、なんだったら明日も大道芸してますから、まあ、それはあのカンカンバルカンっていうね、あのインストもののあの私のバンドでですね、上野公園でもやってますけれども、そんなのもやりつつ、その2日後は三茶で大道芸やってます。その後24日も夜とかなんかやそこらや大道芸じゃないですけ どこれあれ10月結構土日もやたらと稼働してるじゃない。あの8月のなんか静かな夏はどうしたのっていう、ね、話だけど、まあ別に言うて静かでもなかったんだけどね、本当に。まあでもまあまあ言う、まあまあちょっとしかなかった。もう思ったよりちょっと。普段よりかはちょっとだった、これは。ね。の割にもうほら、10月もうバカバカ土日やってますじゃないですか。すごい。はい。ぜひ遊びに来てください。そんで11月の2、3は、私たち主催の大道芸のイベントだよってのもあり、これスケジュール更新してないけど11月他にも大道芸のイベント出んだよね。これこれちょっと書いてないけど出るんだわ。いろいろ出るから、まああのそれ要チェックしといてください。つまりはあの10、11、12は土日やたらと稼働してるよな。夏休んだ分っていう。ねえねえ、ちょっとダメダメ。ねえ、なんでそこでさ、ねねえ、喧嘩しないで。ねえ、どうどうどうだよ。こっち来てや、こっち、ほらここ来て。うーじゃないよ。もうほら早く編集しないといけないんだよ、小原。ねえ、こっちこっちおいでや、これ。はいはい、おいで。にゅにゅ、ここおいで。うん、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、そんでね、12月からはガレージシャンソンショーのお二人と4人でツアーもしますので、ほらいい締めくくりだろ今年の。まあそんな感じのねイベント控えてますんで、いいですね、大道芸とツアーの冬、秋冬。はい、まあそんなわけで、ぜひちょっと質素なスケジュール、質素シンプルなスケジュール、ぜひチェックしていただければと思いますけど、まあ我々ツアーとかね、デカデカしたライブメインに活動してますけども、この春だったり秋だったりのこの時期ね、ちょっと興味あるけど見てみたいけどどうだかっていうね、ぐらいのぐらいにしか思ってない人たちが足を運ぶチャンスですよ。そう、我々が道端で弾いてますからね。まあまあいつもの調子でやってますんで、ちょっと興味がある人はぜひ遊びに来ていただければと思いますね。どうだ？ねえねえねえ、ここはパソコン危ないの。ねえ、あなたたちこのパソコン壊れたら大変。ねえ、絶対踏まないで。ねえ、ね、その紙袋大事だから中入らない。あいつらほんとマジでマジわざとだよね。ねえねえ、なんで今それやんの？さっきまですごい静かだったじゃん。ねえ、おいでこっち、こっちおいでこっち。マジほんともあいつ、ほんとマジほんとマジあいつ。せーの、チャラチャンラジオ。はい、そんなわけで
私一人語りいかがでしたでしょうか。もうちょっと喋ってもいいところなんだけれども、ちょっともうちょっと喋ってると普通にまた時間をオーバー、スタートの時間をオーバーしちゃうっていうね、ちょっと問題点がありますので、でもちょっとあれだよね、夏の間にさ、ちょっとさ、ちゃんと蛇腹談義をさ、ちょっと取ろうと思ってたのに本当に全然取れてないから、ちょっとそうだよね、ちょっと今年中に何か新しく譜面を販売したのもありまして、あれをねネット販売もしたいところなので、その新しい譜面を出したのもあるから、何かちょっとちょっと出したいですね、何かね。アコーディオンで何か質問ございましたら何でも受け付けますけど、ちょっとメッセージいただけたら、読んどくいいね、読んどくわ。あとそうだね、ちょっと最近また新しいグッズ何作ろうかななんて思ってたりするんで、新しいグッズこんなのが欲しいみたいなのもあったら、ぜひチャラチャラジオに送っていただければ、読むだけ読むよっていう感じだけれども、そんなこんなです。すいませんね、ちょっと一人で喋るとこんなもんなんですけど、いかがですか。明日また大道芸ありますんで、なんかこうさ、最近気になってるけどライブ行くほどでもないかみたいなね、そういう人たちってある一定数いますので、まずはちょっと道端で見てから選ぶっていうのもいいんじゃないですか。普通に気になるコスメもテスターで一度試してから買いますからね。そういう段階踏んでみてもいかがでしょうか。そんなこんなで、そろそろ終わりにしたいと思います。ほら、あんちゃん最後にちょっとこっち来てください。あんちゃん、ちょっとこっち。あんちゃん。はい。じゃあね、最後だけでも。はい、最後だけでもほら。はい。ありがとうございました、ありがとうございました。はい、また見てください。ありがとうございました、ありがとうございました。また見てください、また見てください。はい、どうですか。はい、じゃあさよなら、さよなら、さよなら。あんちゃん、あんちゃん、あんちゃん、はいはい、そういう感じです。以上です。はい、ありがとうございました。はい、はい、危ない危ない。